はい、皆さん、こんにちは。で、今回はワールド・オブ・タンクスという戦車で戦うゲームですね。もう2人で実戦さながらのように分担してやっていきたいと思います。というわけで、砲手と社長兼任といったところですかね。提督です。で、操縦手担当するのが、私、ラジヤンキューです。というわけで、2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。この分担してやるっていうのは、この何、ウォーゲミングジャパンのツイッターが分担してやったらどうかなみたいな提案してたんで、それをちょっとやってみたいなと思ってやってるんですけど、2人しかいないので、このような分担になりました。これどっち行きましょうか。とりあえず、すぐちょっと新潟についていく感じで。じゃあとりあえず行きましょう。一応、提督の方は経験者なんですけど、私にゃんちゅうはですね、これは、ちょっとだけかじったことがある程度で、勝ちったというか、さっきちょっと 触ってみたみたいな。感じで、もう初心者です。なので、とりあえず、初心者らしく味方についていきます。腕の見せ方はちょっともう生徒に頑張っいて当てろいろまごすまかよ。して。で、一応戦車はイギリスのやつですね。このレベル帯としては、ちょっと火力が高めかなーっていう感じの。で、そもそも岩陰隠れます。もうちょい、この岩陰に、レジ。そっちに。はい。右にいません。右は、あれは多分反対側ですね。完全に、山の向こう側なんで気にしなくて大丈夫だと思う。とりあえず岩陰に隠す。上がりましょう。はい。では、また続きましてというか、車両を変えて、再チャレンジというか、早く死ぬことのないように頑張っていきたいと思います。思います。で、今度は役割分担変わって、提督が操縦やって、で、編集が、ほう、はい、あの、砲、砲手と、砲手という社長っていうか、そこら辺周りですね。交代してやるみたいな感じ。この戦車が、何でしたっけ？ちょっと。タイプ T34 って言って、中国の車両なんですけど、装填速度が短いで、バカスカ撃てるということで、一発当たりはちょっと軽いんですけど。ちょっとね、結構撃っていきたいんで。はい。で、これは、強襲戦ですので、こちら側、攻めですね、攻め側ですね。というわけで、味方と合わせてガシガシ攻めたいんですけど、どこ行こう。味方もこっち左側。このマップ、砂漠で結構段差というか、この山みたいのが多いんですけど、この戦車、下向きに砲が向かないんですね。だからちょっとどこ行こうかなーっていう。特に一人でやってる時に比べてちょっと無茶が効かないんで、どうしようかなーっていう感なんもないね。じなんですけど。開けてるところはちょっと遠くまで飛ぶんですけど。やられてる。ああ、ちょっと前向いてください。ごめんごめんごめん。街中入ります。軽戦車みたいなことしちゃってるんですけど、大丈夫なのかなーって自分でも思ってました。めっちゃ来てるよ。おおー、あのいおいおい。ヘルキャットさんは、装甲薄いんですけど、攻撃力がバカに高いっていう、ね、あれなんで。とりあえず味方の様子見ですかね。来るかな？来ると、向かったか、山の上から撃ってますね。なるほど。ちょうどマップで言うと B の9とか、B9。マップのああ、右上ですはい。ね。なるほど。ああ、わかり2まし両いた。るんで、多分そこら辺じゃないかな。山の上のためにちょっと、ヘルキャットさん、近い、お、右の人はちょっと怖いかな？あれ、撃ちますか？右の方。撃てないですね。山の向こう。消えた。一定時間見えてないから消えるんで。突入。突撃か。ただ、格上なんで一発がすごい重いですけどね。半分持ってかれましたから。格上
らいの1秒撃破。割と無茶しな、無駄な無茶をした気がしたいと思います。あ、これは、ちょっと一回、後ろ側から上に上がりましょう。はい、前側だと上がった時に、車体の側面を撃たれまくる可能性がある。これについていく感じで行きましょうか。はい。うちだったら多分あんまないっすまあそこら辺はマップを知らないとってやつですよね。FPS じゃないですけど、ね、そういうのにありがちな。私ここのフィールド初めてなんだけど。はい。てか俺はそこで車体の底を撃たれまくって死んだって経験があるんですよね。なるほど。経験者は語るとです。嫌な経験ですけど。出ますか？あ、ズームこれがゲームですか？もっと拡大いけないか？はい。では、引き続きというか、今度も、提督が操縦で、砲手と社長が、私、ニャチューやっていきたいと思います。はい。で、今回は、まあ、この車両、本当に下向きに行かない方が向かないんで、多分、右側の半島沿いの方はちょっと、半島沿い、ああ、はいはい。半島みたいなところはちょっときついかな。まあ行けないことはないと思いますけど。まあどっちかっていうと、マップの左側から行った方が、はい、こっちも高低差ありますけど、結構開けてたりが、車線が通るので、まあ遠くから撃てたりするかなっていう感じ。こっちかな？そうですね。はーい。いやー、ちょっとね、1体くらいは撃破したいよね。いや、もう2体ぐらい目標じゃないと多分1体撃破できないんじゃないですか。マジで目標は高い。しかも割とこれ格上がいますからね。あー、今回のね、割と慎重にいかないとってところはあるんですけど、活躍したいんだけど、慎重に難しい言葉ですけど。そうだね。向こう大丈夫かなーって心配だった。撃てるんじゃないですか？ズームを持って入れた方が狙いやすい。しかもこっち狙ってないんか。あ、いや、ヘルキャットが狙ってる。あ、大丈夫です。狙ったんだけど。味方打たないように気をつけてください。はい、あ、ダメだな。味方な。大丈夫。ちょっと待ってよ、そこにいるじゃん。いや、そっちは多分あの、そこの、三突っていうやつが警戒してると思うんで、こっちに任せましょう。ああ、じゃあ、右の方で。そっち側を、こっちが前面していきましょう。一発？いや、何発か食らった挙句ですから。妥当な。やっぱり一卒ができないと、照準までに時間がかかる。そうね。たま、米、まあ、ということです。はい。お疲れ様でした。